はい、ということで今日もまたまた、茨城県の八原インター降りてすぐの宇佐美さんで、シャワーを浴びてきましたよ。そしてこれから、山田うどんに、向かいます。で、山田うどんまだ開いてないんでご飯食べれないんで、ちょっと山田うどんの駐車場で店が開くまで仮眠します。それでは行ってみよう。はい、毎度宮田でーす。はい、ということで今日ですね、またまた茨城県の八原に来ています。そして、前回、山田うどん、食べに行って、動画撮影、させていただいたんですよ。で、その動画にコメントが来てて、確か三つ星観光さんでしたっけ山田うどんの横にファミリーマートがあって、それの横でしたかね、道挟んで横になんか美味しいラーメン屋さんがあるよって教えてもらったんで、早速今日はその宮田ラーメン屋に行ってみたいと思います。でもね、まだあの撮影許可をまだいただいていないんで、いやちょっと撮影はちょっと NG ですって言われたら、もうこの動画はここで終わりになります。なんやねんそれ。それでは行ってみよう。瞬間移動しまった。そうだ、俺は今日瞬間移動もう使えねえんだった。仕方ね、歩いていこうか。あれやな、あれっすね、ラーメン屋、ファミリーマートの横にラーメン屋って、これやね。旗上がってるね。これか、ラーメン力丸さん。これどっから入るんやろ、こっから入るんか。ちゃんとこれお店、ラーメン屋さん食べた後にちゃんと山田うどんさんも食べに行きますんで、ちょっと撮影行けるか聞いてみます。おはようございます。ラーメン食べに来たんですけど、動画の撮影で食べてんのとか OK ですか？いいですか？メニュー。やった、誰もいてない。やった、ラッキー。何時からですか、営業って。あ、11時からですか？あ、ほなちょうどいい時間に僕来たんですよね。ああ、ありがとうございます。あの、僕今日 YouTube やってて、で、茨城に来た時に山田うどんさんとか食べたり動画上げてたんですよ。そのコメントで、そのファミマの隣のラーメン屋さん美味しいよっていうコメントが入ってたんですよ。そのリスナーさんから入ってて、で、ぜひ行ってくださいということで、あの、食べに来たんですよ。関西、大阪から来てます。はい。んで、また次またここ来ることあれば、まあ、山田うどんさんももちろん行くんですけどあの、ちょっとラーメン屋さん、そうなんですよね。え、こっから下で映してるんですけど、もし上に映してんやったら映してもモザイクとか入れますけど一応僕らあの許可取らないとダメなんですよ、お店に。撮影動画どこ行くのにも、でお店の人がいいよって言って、あの、初めて映せるんで。そうなんですよ。そう、いろんなとこ行って、九州とか行ったりとか、いろんなとこ行って、はい、そうなんですよそうそう、そうなんですよね。で、これもね、その YouTube 見てる人から教えてもうたお店なんで、で朝早くに着いたんですよ。朝早くに着いて、あの、隣のファミリーマートの店員さん、男の子に聞いたら、あの、僕なんか知り合いかなんか言ってますよおなんか おじが働いてるって言ってたから、なんかそのお店、ラーメン屋さんはい、あ、男性の細いちょっと方ですね。
ですよね。すごいつながりがあるって言うて、ねえ、大体みんな首から下とか多いですけどね。あとモザイクかけたりとかそんな感じで、何がおすすめですかね。はい、塩がおすすめなんですけれども。どうですか、トリパイタンの塩です、ね、トリパイタンの塩、はい、これ人気ある、そうです、ね、おすすめの、はい、おすすめは塩なんですけれども、塩があっさりでしたらば、最近出た味噌味のトリパイタンの味噌味も出たんですね。めちゃめちゃ悩みますね。さすがに2杯はよう食べるのでね。塩多いですか。確かに関西の方結構来るんだけど、はい、その人たち結構パイタンの塩、はい、あ、ほんまですか。あ、そうですよね、でも。結構ね、これ、美味しそうですよね、これね。ニンマルパート4。こってり、こってりってか、すごくこってこってはうちの食はしてないんですけど、こってりめにはなってますね、シングル。じゃあ、店長さん、店長さんにちょっと決めてもらいます。あの2つのどちらが、店長さんのおすすめってことで。僕どっちも行きますね。いいっすかね。あ、行きます行きます、はい。好き嫌いないんで僕。はい。じゃあその塩パイタンの細麺っていうやつですかね。うん、塩味で。これですか。うん、はい。柚子は入っても大丈夫。全然 OK です。全然 OK です。はい。それで普通盛りで、普通盛りで、はい、はい、お願いします。はい、はい、営業はまあ11時かららしいですね、まあ、ちょうど僕来た時間がまあ11時、まあ、15分20分ぐらいでちょうどいい時間帯に来ましたね。あ、なんか写真とかもいっぱいなんかこう飾られてる感じで、結構いろんな人が食べに来てるようですね。鶏白湯の塩できました。こんな感じですね。あ、めっちゃいい匂いする。あ、めっちゃいい匂い、柚子の香りがしますね。早速いただいていきたいと思います。いただきます。こういったなんかこの塩のこういうラーメンの味をね、自分で調整できるらしいんですよ。自分でお好みでね、こうやって入れて、いただきます。あ、めちゃめちゃうまいっすね。じゃ、これマジでうまいっすよ、これめっちゃ。うんで、柚子のあれちょっと効いてますね。ねえ、これ美味しいっすよ。見た目ちょっとこれね、色が濃いように見えるじゃないですか。でもね、実際ね、あっさりしてるんですよ。うん、めっちゃ美味しい。塩味でね、柚子の味が効いて、で、麺も太麺とか細麺とかあって、僕ちょっとこれ細麺の方にやってもらったんですけど、うまいっす、うまいっす。コシがあってね、もちもちしててめっちゃいい麺っす。細麺で食べやすくて、もうね、汁とね、やっぱこう合ってますわ、この麺が。やっぱりね、うん、絡んでよく美味しいっすわ。で、具材もこうメンマとかね、卵とか入っててね、ラーメン好きな人はね、これね、茨城県のね、まあ僕今日やわらインター降りてこっち来たんですけど、力丸ごめん喉詰まったごめんごめん、力丸さんって言うんですよ。まあ入ってくる時ちょっと旗映ってたと思うんですけど、ちょっと今もやしが喉に詰まってるんですよ。力丸さんっていうところでね、ね、店員さんもね、店長さんとね、綺麗な女の人がいてますけど、ちょっとね、動画の方でちょっとね、ちょっと薄れないんでね、あれなんですけど、皆さんよかったらね、ラーメン好きな人ね、ぜひ一度ここのお店に食べに来てください。茨城県の力丸って言います。はい、よろしくお願いします。じゃあ僕このままラーメンいただきたいと思います。
うまっ、うん、あ、ごちそうさまでした。完食しました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。あ、美味しかった。これはい。ごちそうさまでした。ありがとうございます。あの、チャンネル登録しといてくださいね。あ、あれですよね、思い出してください。ひらがなで三名を。中国人みたいになってるじゃないですか。タンミヤですね。そうですよね、はい、一応日本人なんで、はい、タンミヤじゃないですね。はい、了解しました。あ、ちょ、ごちそうさまでした。ありがとうございます。はい、はい、はい、どうもありがとうございます。あ、店長さん、すみません、ごちそうさまでした。ありがとうございました。またよろしくお願いしておきます。はい、あ、レシートをいただいておきます。はい。ありがとうございました。どうもごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。ラーメン力丸さん、皆さん食べに行ってくださいね。お腹をいっぱいやね。めちゃめちゃうまかったわ。こうやって旗上がってるからね、営業中って言ってね、こうやってね。はい、ということで、トラックに戻ってきました。はい、ということで、力丸さん、茨城県の力丸さんね、ラーメン屋さん、行ってきたんですけど、月曜日の夜は定休日らしいです。皆さん、月曜日の夜は定休日です。でも月曜日はお昼までは、ランチっていう形でやっているそうです。はい、ということで、ぜひ皆さん、茨城県の、力丸さんラーメン屋さんね、食べに行ってください。もう塩パイタンでしたかね、めちゃくちゃうまいですよ、ほんまに。これ冗談抜きで、もうマジでうまかったから、これもう毎日食べたいもん、これほんまに毎日食べたいよ、これね。まあね、関西の方はちょっと遠いと思いますけど、茨城、関東にお住まいの方とかね、もしよかったら、ラーメン力丸さんに、食べに行ってみてください。間違いなく美味しいですから。はい、みやちゃんのおすすめです。はい、ということで、この動画がちょっとでも1ミリでもめっちゃええって思っても、チャンネル登録よろしくね。高評価ボタンも忘れずに、グッドボタン、あとコメントも書いてくださいね。じゃあね、みやちゃんでした。またね。Spin a happy game of Dreidel. Come play now, let's begin. I would